でもやっぱ丸ノコの方がいいんですかね。山はいいな。山はいい。これも大きいよこれ。でも 26cc ですもんねこれね。無理結構してるんだよね。運転後の 34cc やったら。運転無理したけん、クラッチを振ったんだよ。30センチクラスでも余裕で使えると。しかし重たいでしょ。この歯のことなんて言うの？丸ノコ丸ノコって。ささぎり歯ってアップするわけじゃん。あれはでもそのチップの数っていうか歯の数でしょ。いやもうささぎり歯で買うじゃん。これ。あこれ爪のダメやつだ。いい感じの歯。チップ層っていうのと、チップ層ってああいうチップがついたら強いじゃないですか。でこれは先っぽっていうのはまた違うやつ。丸ノコで丸ノコの丸ノコですよね。丸ノコじゃない。なんて言えばいいの。どうなどうな。チップソーよりも歯が尖って、溶けてれば切れ味はこっちの方がいい。で自分でメンテナンスできればこっちの方が長持ちするんですよね。バランスはどうなんですか。これアサリが出てます。アサリが出てます。アサリも作るわね。自分でどっちにしてもこう手入れができる人じゃないとダメです。チップソーよりも軽いのは軽いですよね。こっちまあ、陸地が上がってると、まあ、バランスが取れなくなるんですよ。アサリを変な方向に出したら、ブレるんですね。まあ、黒いよってことですか。